ブルーリッジ山脈はアメリカ合衆国東部をジョージア州からペンシルベニア州にかけて走る山脈。アパラジア山脈の一部でその南東側の端部にあたる。ブルーリッジ山脈という名は遠方から見た時に青く霞がかかって見えることから名付けられた。アメリカ合衆国東部のジョージア州から北東方向にノースカロライナ州、テネシー州、バージニア州、 メリーランド州を経て、ペンシルベニア州に至る山脈である。最高地点は、アパラチア山脈の最高地点でもある、ミッチェル山。ブルーリッジ山脈には、グレート、スモーキー山脈国立公園のあるグレート、スモーキー山脈等が含まれる。ブルーリッジ山脈の西側は、リッドバレー地方や、シェナンド渓谷のある、グレートバレーを介して、アパラチアン山脈の本体に連なる。 アメリカ合衆国のオールアメリカンロードの一つであるブルーリッジパークウェイがブルーリッジ山脈を塗ってシェナンド国立公園とグレートスモーキー山脈国立公園を結んでいる。ジョン・デンバーが歌った故郷へ帰りたいテイクメホームカントリーローズの冒頭ではウエストバージニア州の風景の一つとしてブルーリッジ山脈が挙げられているが実際にはブルーリッジ山脈は ウエストバーチニア州にはかかっていない。ありがとうございます。